さあ、ジン殿、次はこのユナ殿の弟を救えというものをやるんですけれども、その前に、ここに水戸の地がござる。これをまずやりましょうぞ。まっすぐそこ、あの上だね。それでは、ノブ、デラックスエディションを飛ばしていきましょうぞ。ルミンの野営、敵いんのかな、これ。あれ、いない。そういうこと、逃げてきた人たちが、ここにたむろってるっていう、そういう話だ。へぇー。なるほど。あ、どうもどうも、これはこれは、ご丁寧に。これいいよね。このお礼ができるの。あ、そうでげすか。あ、罠した。遠距離の、あ、これ矢の数を増やせるってこと？あ、いいね、これ。獣の皮が必要。あ、なるほど。こういうのも、やっていくのか。へえ、あ、売ってるじゃん。売ってるけどさ、これ買うのもなんかバカバカしいよね。取りたい、自分で。狩りをしたい。助かった。ちょっといろいろ話を伺ってみましょう、ジンドの。ぶしつけですが、ずいぶんとお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます。いや、あまり休めてござらぬ。戦が続いて辛労がね、たどっておるんでござ確かるよ。に休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。妹が病にかかっておられるんですね。勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。これそでれは良いこ温とを泉聞にい入た。れるよっていう、そういう話？なるほど。楽しみでござるな、ジンドナ。あ、この巫女さんは、賢み申してるのか？いかがした？旅の安全を祈っております。百姓なの？その未来の格好で。国が守ってくださる。いや、どう見俺てが生まれも、た日、母巫女さんでし上がょ。小樽を追う狐を見たそうだ。狐ほう。はお稲荷様のお使いやっと言ぱわり、れてますやっから。ぱり巫女さんじゃないか。見百かけ姓じゃたないらだろ追いかけるのが吉でしう。なるほど。そうしよう。では。狐を追いかけ回すと。なんかそんなサイドクエストが発生するでござるか？お、白き牛。これは聖獣では。あ、全然白くなかった。光の具合だった。あとは？ちょっと、牛殿！今夜は焼肉じゃあ。ちょっと大惨事が起きたんですけど。もう夜ですね。平然としておられるぞ、ここの人たちは。まあ、猛虎に襲われてね、死体には見慣れたと言ったところでござろうか。役立つものばここかりに、よろずや殿が。時に召しそうなものをあ、加え弓ました。装具。鎧の染素色。材が足りなおう。いようですね。弓装具気になるんだが、これは買ってみようか、試しに。買い申した。これで石川先生から借りた弓を勝手に染色してしまったが、それはそれで果たしていいんだ。あ、稲荷の祠。はあ、これが、なんか、項目して解除されたね。で、そうそうそう。この 長尾家から譲り受けたというね。すごく大事な意味を勝手に染めましたが、まあ、それはそれできっといいのでしょう。強化できる。半球の2にできる。弓師の？あ、日吉の湯にあるんだ。なるほど。じゃあ、日吉の湯に行って、弓の強化やってみようか。あ、これはこれは、かたじけない。こういうね、丁寧な言葉を使ってくれる御仁には、しっかりと礼を返すと。それでこその武士道。さすが誠の侍。堺人殿。弓師殿、ご在宅か？これはこれはご丁寧に。私ならば、あなたの弓の力を引き出せま す。なんという自信。頼もしい。ぜひ見てく しかもったいしないお言葉。では、素材をお持ちくださいませ。その後は 私もうが。我が物の顔でこの弓を扱ってることが借り物だからね、ジンドの。それは忘れてはいかんぞ。この半球の2行きましょうか。これ何が違うんだろう。少しこしらえが太くなってるとか、そういう話もなさそうだな。まあ、ひとまず強化いたしましょうぞ。こちらでいかがでしょう。結構結構。あ、そういえば何か、で妹は。子が、ここにおられる女性がおりましたね、ジンドの。ちょっとその方に会って、温泉に入る手はずを整えてみましょうよ。せっかくだから温泉入りたいよね。
この女性が先ほどの女子の妹ごということでござるね。そらもうヘタヘタでござるよ。さあこの癒しの湯にお浸かりになってください。話が早いでござるな。英気を養いたいでしょ。それを養いとうござる。常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も現れますよ。それに度々に帰れば長く栄えて、なかなかの獅子置き。そなた、さては武芸をたしなんでおるな。あ、これはかたじけない。これもしかしてこの女性の前で生着替えするのか。人道の恥じらいというものを覚えられよ。そう、これはあの女性ちょっと脇目で横目でチラチラ見てますね、きっと。お、思うこと。これはもちろん大塚殿。おじ上が生きておいででよかった。そうね、大塚殿には並々ならぬ恩があるからね。失うわけにはいかん。しかしこの恍惚の表情よ。あ、最大体力も増加すんの。これは見つけたら入っておきたいね。さすがに前は映せぬか。なんという変わりよ。これで大軍にも打ち勝てましょう。嘘でしょ。猛虎軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。ちょっと、ないおこ、何これ。湯は島のあちこちにございます。あ、そうでござるか。お探しください。あ、かたじけなき。御養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。はい、ありがたきお言葉。いやー、良き湯であった。そなたもそれがしの槍の腕前堪能しせりか。さあ、それではノブザデジタルデラックスエディションを借り、未踏の地へ向かいましょうぞ、ジンドナ。いやー、紅葉が綺麗だな。ただ流すだけでもきっとこれ面白いな。この辺でござるよ、ジンドナ。意外と近場でござったな。余市の四つ筋、猛虎の拠点。ほう、それは片付けていかざるを得ないでござろう。見つからずに敵を倒せ。そんなことを気にして何の侍ぞ。かかってこい。かかってこい。お、巨長殿。貴様が相手か。よかろう。来い。ザッ、お見事。さあ、来るでござろう。弓か、卑怯者。さあ、来い。そっちもいるか。大したことがない。あ、大したことあれは、これ強いぞ、この男。これ隊長だな。さすが隊長、やるね。来た、ジェントのお見事な毛先り。水の型を得得した。これで何ができるんだ、水の方で。ちょっと気になるね。ほう。あ、技が増えるんだ。水の方は盾兵に特攻。ほう。どのように使えば。長押しで型を切り替えって書いてあるね。へぇー。なるほど。ならばやってみたい。あ、これが水の方でござるよ。これが水の一撃、逆毛さ。なんかでも水の方あんまりかっこよくないな。やっぱりこの構えのがかっこいいな。これね、刀のしまい方も覚えたんですよ。これ、右にスワイプするとこう、かっこいい。やっぱりね、抜刀の音は自由にしたいよね。この手のゲームだったら。かっけえ。しかもさ、今、この猛虎兵を切った後さ、ちゃんと血をバッってさ、刀しまうのいいなぁ。細かいこと分かってるわ、この開発の人。お、何食ってんだろう。これ、ちょっと、猛虎兵との鍋そのものが燃えてござるよ。しっかりと煮てくだされ。火事になりますぞ。ここでは盛大なキャンプファイヤーが。あ、牛食ってるんだ。あー、なるほど。あ、丸焼きだ。
これはでもなんか調理してるというよりも捧げてるっていう感じだよね。神への供物みたいな、そういう感じがしますね。このテントもちゃんと入れるんだ。へえ。蔵があるじゃん。これ結構いいもんじゃないの？あ、槍がござるよ。これは、先ほどの女将に見せた酒井殿の槍と、どちらが立派か。これはなんだ？玉鋼。はぁ。刀でも打てんのか？これもしかして。だとしたら面白いなぁ。まあ、ひとまず未踏の地は制覇しましたね。あの獣を飼って、獣の皮をっていう話？よし、これで、獣の皮を取れるんだろうか。取れんの。ちょっと、ただ殺生を楽しんだだけになるじゃないか、これでは。え？皮ってそういうことじゃないんだ。それは、侍の、いや、でも、野掛けって、やったよな、侍は。どういうことなんだ？これなんだ？なんか、木こりの、あ！木こり殿！木こり殿が惨殺されておる。っていうことは、この近くに、この木こり殿を殺した奴がおるということか？余市の丘。なんか、弓にまつわることがあるんだろうか。余市って言うとやっぱりね、那須の余市ですもんね。ん？姫。ユナ殿。ユナ殿。あの家か？どこだどこだ。なんか今苦しむ声が聞こえたよね。あ、おったぞ、ユナ殿。あれ？あ、そういうこと？ユナ、あれ？あ、違った。ユナ殿が殺してたのか。待ってたよ。ユナ殿をやってるんじゃなくて。しかし、ユナ殿、すさまじい猛者でござるな。お待たせした。一人で倒したのか？来るなら早く来て。いやいや、余裕だったでしょ。どう見ても。捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。なるほど。弟か。それが高殿だ。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。まあ、さすがにね。地元のことはすべてよくわかると。武士の本懐。武士の本懐って言うとなんか死ぬことと見つけたりみたいな感じがするんだけど。力を貸してくれる人は見つかった？一人だけな。石川先生。あの弓の名手の？いやいや、ユナ殿も大概でござるぞ。まあ、まずはその丘へ参りましょうぞ。しかしでも本当にこのユナ殿はどういう人なんだろうね。こんな馬の上手だしさ、弓の上手だしさ、お主はいい姉だ。凄まじいよね。そんなことない。ホモだのく。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？一人っ子なんかな。俺の身内はおじ上だけだ。あ、そうなんだ。やっぱり助けた後はどうするの？休みたい。おじ上がいらっしゃれば島は救われるからな。すごい、全幅の信頼を置いてるね、大塚殿に。お主は弟を助けた後どうする？実は、まあ、まずは猛虎を追い払ったとかそういう話だよね、間違いなく。傷はどう？もう痛まない？結構ぶっきらぼうに聞きますな。お主の手当てのおかげだ。お、ちょっといい雰囲気になるんじゃないの？そう見えるかもな。そう、確かに無表情極まれないよね、神殿の。あ、なるほど、教えのうちなのか。はぁ、いや、まあでも確かにね、そうだよね、鞘打ちの勝負ということでござるね、神殿。なんだこの景色。うわ、特になんか見えるぞ。あれ大塚殿のいた金田城か。すげえな。これ、ちょっとフォトモード案件でしょう。いや、この雰囲気見てくださいよ。これは良き。あ、猛虎センターも見える。おのれ猛虎。そうだね、あれ、金田城だね、きっとね。
まあまあ行きましょうぞ。川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見える。野営の近くだろ、海景。そっからは襲いかかると奇襲攻撃が仕掛けるっていう、そういうことかな。あれ？ちょっとすまぬユナ殿、ちょっとこのまま正面かと思ったでござるよ。申し訳ござらん。タカを助けなきゃ。敵に騒がれる。あ、あれか。あの砦か。なるほど。まずは。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。なるほど。音が立っちゃうとそういうことでござるな。奥の守りは硬そうだ。まあ、それはね、先ほど石川先生仕込みの弓と矢でもってそうらえばいいんじゃないか。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ、中に忍び込める。あ、あの上のやつはユナ殿に任せようと。短絡的だな、相変わらず。捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。なるほど。まるで野党だ。ちょっと。不満でもあるのかい。もう、しょうがないでしょ、こういう状況なら。この島は、かつて族がのさばっていた。そういうこと、それを、武士が乱を沈め、大塚殿がっていう話か。我らは、なるほど。だ、この酒井仁殿は、その次の世代だからって、そういうことか。だから、私だって同じだよ。なるほどね、高潔だっていうのはしょうがないと。への教えに背くわけ。いやいやいや、今は目をつぶって。そういうことですよ、ユナ殿が正しい。ここはジン殿、そうじゃないの。目的を違えてはなりませんぞ。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。まあ、にしてもこの鎧姿だとどう考えても音でバレそうだけどね。あの二刀流かっこいいな。あの背中から抜くのかっこいいよね。じゃあ音を立てずに。もう酒井殿も大概察したじゃんね。切るしかないね。それでもまだ躊躇するか。お、脇差し。脇差しも気になるよね。太刀だけじゃなくてさ。お、どういう感じ。あ、武士がある。これそーっと近づいて。三角か四角、闇討ち。あ、口を塞ぎ、左手で口を塞ぐんだ。そう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 。いや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 、スマートではないぞ陣殿。これはバレるね。あ、ちょっと気失わんといて。そんなことで、ちょっと陣殿、なんと頼りなき。これは大塚殿か。お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手追いの熊は死に物。熊、抜かるでないぞ。わかりました。いきなり熊狩りミッションが始まったんですか。追うぞ。熊の足跡を辿る。はい、まあでも大塚殿がいるからとりあえずは安心っちゃ安心だけど。この地にクマが出るなんて。これしゃがんだ方がいいのかな。そうだな、戦火の槍川から逃げてきたのだろう。やはり本物のせいです。罰としてクマの餌にしてやりましょう。あ、でも申すでない。確かにそうだよね。まあ、高潔さはこの大塚殿から受け継いだものかもしれないけど、大塚殿は大塚殿でね、しっかり正しいことを言ってるよね。いました。お、夜な、生きておるやもしれん。いや、夜な生きてよりも死ねって真っ先に向かってくるんだけど、大塚殿。いや、この焼き図では死なぬはずって内臓出てますけど。見てください。この傷の跡は、矢ではありません。ということは何が。あ、野党の類か。あ、大塚殿。四角、え、槍川だな。槍川、卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。槍川っていうのが人殺しになりたいか、こやつのように。え、ちょっと待って、話がつかめてこないんだけど。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、野党の統領とかそういう話なのか。人の命を持って償わせねば。極端だね。しかしね、白か黒かだけで判断しようとしてるね、酒井殿は。怒りや恐れで人を殺めてはならん。
武士の道ですね。誉れを胸に切れ。いや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 。結局殺すんでござるか。あ、もう手切られてんのか。切るにしてもそんな正面から切らんでもいいじゃないの。敵を前にして背を向けてはならない。なるほど、卑怯者のすることだと。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと真っ向から切り伏せろってそういうこと。それが侍の右手大丈夫なんですか。お疲れ様。虚に乗ずるは臆病の印。ああ、そういうこと。これが身に染みちゃってるんだね。目座っちゃってるもん、酒井殿。